皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるカイザーです。はい、今日はね、漫画誌の、開封レビューになります。何を買ってきたかというとね、こちらになります。週刊少年チャンピオンになります。はい、これはね、ナンバー29号になりますね。ナンバー29号で、こちらね、買ってきた理由は、こちらになります。関東グラビアね、プラス、付録でランダムでブロマイドがついているんですけど、菊池ひなさんになります。はい。で、関東グラビアについてもね、14ページという形で、結構なね、ボリュームの量になりますので、ちょっとこちらね、ペラペラと私のでめくって、まあ、関東グラビアの、開封レビューと、あとはこのね、ランダムでブロマイドが当たると、全、2種類にね、入っているみたいなので、ちょっとこちらをね、見ていければなと思っております。で、こちらね、週刊少年チャンピオンはね、やっぱり今、グラビア界でナンバーワンのね、菊池ひなさんがね、関東グラビアやってることもありまして、結構ね、まあ、駅の売店、書店含めてね、あとは、通販サイトね、含めて、もう、紙面がね、なかなか売ってなくて、やっぱりこのね、ブロマイドがね、全2種類入ってるっていうのが、まあ、きっかけみたいでね、まあ、なかなか買えなかったと言った形なんですけど、まあ、ちょっと今回ね、たまたまなんですけど、2冊ね、まあ、買いましたんでね、こちら、ブロマイドね、見ていければなと思います。じゃあ、まずはね、こちら、関東グラビアをね、ご紹介できればと思っております。はい。表紙の方はね、こういう形になっております。で、ちなみにね、後ほど ご紹介しますけど、これ2号連続なんで、今回ね、29号で、関東グラビアやっておりますけど、来週のね、発売する30号もね、また第2弾という風になるらしいのでね、まあ、そちらも後でご紹介します。はい。じゃあ、こちらね、関東グラビアね、14ページもありますんでね、サクサクっとじゃあご紹介させていただきます。まずこちら表紙になっております。で、中がね、1ページ目がこちらになっております。はい、よろしいですかね。はい、1ページ目がこちら。じゃあ続きってね、はい、次のページね。はい、次はこちらになっております。はい。で、続いてね、まあ、漫画誌のね、グラビアなんで、なかなかね、このページがね、ページ薄いんでね、はい、なるべく飛ばさないように見ていきたいと思います。はい、続きましてこちらになっております。はい、よろしいですかね。続いて、はい、次がね、大丈夫ですかね。はい、次がこちらになっております。はい、大丈夫ですかね。続いて、ね、はい、こちらになっております。はい、よろしいですかね。続いてこちらになっております。はい、ね、最後ですかね。まだまだありますね。はい、続いてこちらになっております。見開きがね、多いみたいですね。はい。で、最後かな。まだまだあるんですかね。ちょっとね、なかなかね、これ開かなくてね。あ、こちらね、最後の、漫画のページになっちゃうんで、ちょっと折りたたんで、ご紹介します。はい、最後こちらになります。はい、よろしいですかね。で、直筆サイン入りチェキを8名様にプレゼントになりますので、応募したい方はね、こちらね、応募券がついていますんでね、紙面で、ご購入した方がいいかと思います。はい。ちなみにちょっとこれね、ペラペラめくってね、お見せしたんですけど、まあ、ゆっくり、見たいなと言った方のために、で、ちょっとこれね、ここで挟み込みます。そんな感じのね、関東グラビアになっております。はい、じゃあ続きましてね、
こちらね、今回の付録、ランダムでブロマイドがね、2種類ありますということで、これね、こちらね、ここの部分にね、ついておりました。こんな感じでね、ちょっと破っちゃったんですけど、まあ、こんな感じでね、ついておりました。じゃこれね、2冊買ってきたんでね、まあ、ブロマイドを見ていければなと。まあ上ね、もう見た通りね、封が開いちゃってるんで、中身確認をしております。はい、じゃあこちらね、全2種類、1枚封入という形なんで、開けてみていければなと思っております。はい、1枚目ね、はい、こちらになります。こういうのがね、入っております。今回のね、雑誌の、絵柄にと同じね、水着を着ておりますといった感じですね。はい、続きましてね、こちらね、まあもう私は中知ってるんですけど、ちょっと残念ながら、ね、同じものが、2つ当たってしまいましたという感じです。とは言いつつももうね、うちの家の近くのね、書店さんももう売ってなかったんでね、まあ今回はこちらという形になっております。で、ちなみにこれね、もう2種類のうちもう1種類ね、どの絵柄が入ってるかっていうのは、ちょっと見つけたので、こちらでね、挟み込みたいと思います。はい、そんな感じでね、今見ていただいた通り、こちらの絵柄と、あともう一種類ね、絵柄がありますと、上半身だけのね、まあ、絵柄がありますと、言った感じになっております。はい、今回私はね、残念ながら、こちらのね、やつが当たりましたと。まあ、こっちの方がね、まあ、いい、ね、気に入ってはお気に入りかもしれないですけどね。はい、そんな形になっております。はい。あとね、じゃあ、来週ね、2週連続って形になりますので、来週のご紹介になります。来週はね、また、2号連続第2弾という形で、来週も、チャンピオンね、30号、6月27日、22日、木曜日発売になります。で、今回もね、次回も、関東グラビア12ページありまして、で、来週はね、また特別付録がついているんですけど、両面ビッグポスターがついております。ちょっとこちらの方にね、載っておりますけど、まあ、こんな感じのね、両面ビッグポスターがついております。またね、来週もね、購入できれば、でね、買ってきて関東グラビアの、まあ、開封レビューと、こちらのビッグポスターね、ご紹介できればと思っているんですが、まあ、今回もね、なかなか、買えなかったんでね、まあ、買えればといった感じになっております。なのでね、従いまして、できればチャンネル登録よろしくお願いします。またね、この動画良ければね、高評価いただければと思います。来週もね、なるべくね、買ってきて開封レビューができるようにね、まあ、頑張りたいと思いますんでね、皆さんチャンネル登録してね、引き続き見ていただければなと思っております。はい。今回はね、週刊ですからね、これ月刊誌もありますけど、週刊少年チャンピオンの、29号のね、関東グラビアと、このランダムのプロマイダーのね、開封レビューをさせていただきました。はい、来週の30号もね、レビューできればと思っておりましてね、今、頑張っておりますんでね、引き続きご視聴いただければと思っております。以上となります。てるてる百貨店てるカイザーでした。バイバイ。